いや、めっちゃ来てるやん。めちゃくちゃストレスですよ。太郎まずはお風呂から上がってきた青年、座った、そしてお金を入れた。カウントダウン開始。気持ちよさそうにマッサージを受ける青年、しかし数秒後にとんでもないことが待ち構えているのだ。なんとこのマッサージ機、壁ごとひっくり返り、いきなり白銀の世界へ放り出されてしまうのだ。次にやってきたのは年配の男性。お金を入れた。カウントダウン開始。この老人、小銭を料金ボックスの上に置いた。このマッサージをあと数回受けるつもりなのだろうか。いきなりの事態に呆然とする老人。何が起きたのかとスキーヤーも呆然。しかしこの老人、スキーヤーの注目を浴びながらもすごすごと入り口へ歩き出す。何の疑いも持たずマッサージ機に座る青年、そしてお金を入れカウントダウン開始。まずはマッサージ機が回り出した。一体この後マッサージ機はどうなるのか。マッサージ機はなんとソリに大変身。真っ裸で発進した青年はスキーヤーたちの間をうまく滑っていく。そしてジャンプ成功。次はこの青年、カウントダウン開始。マッサージ機が回り出す。しかし青年の友達は助けを続けず、ただ見てるだけ。さらに友達に入れる。全裸の青年を乗せ、華麗に雪上を滑っていく。とその時、クラッシュ。午後6時、リフトも終わり、最後のお客となる青年がお茶を片手に腰を下ろす。お金を入れた。カウントダウン開始。マッサージ機の異常に驚きながらもしっかりとお茶を持っている。だがお茶をかぶりながらも大絶叫。しかしこれはかなりのスピードが出ているということは見事大ジャンプ成功。そのまま加速し直滑降。誰もいないゲレンデに彼の先はいもしもしああもうダメ閉めたらでもなんか誰かが帰って怖いとあ違うすごい対応を考えてるよね。驚異の猫ジャンプは見られるのか。南明。普段どんな歌だったんですか。アニソンが多いですね。はい。アッキーナを部屋に残しドッキリスタート。パニックフェイススタート。同じグループ内でも何人かいらっしゃるんですか。うちらは今言ってたのは違う。ちょっと何しろ。何何？後ろだ。危ない危ない危ないって。何だ？何をしていたんだ。何をしていた？答えろ。こいつらから何を聞いたんだ。俺詐欺。今からお前を助ける。まあ誰だ。庄司。決めろ。俺はジャック・バウアーだ。鬼、救援頼む。今救援が来る。もうなんだ何の疑いも持たずマッサージ機に座る青年。そしてお金を入れカウントダウン開始。まずはマッサージ機が回り出した。一体この後マッサージ機はどうなるのか。マッサージ機はなんとソリに大変身。真っ裸で発進した青年はスキーヤーたちの間をうまく滑っていく。そしてジャンプ成功。次はこの青年。カウントダウン開始。マッサージ機が回り出す。しかし青年の友達は助けを続けずただ見てるだけ。さらに友達に入れる。全裸の青年を乗せ華麗に雪上を滑っていく。とその時クラッシュ。午後6時リフトも終わり最後のお客となる青年がお茶を片手に腰を下ろす。お金を入れた。カウントダウン開始。マッサージ機の異常に驚きながらもしっかりとお茶を持っている。だがお茶をかぶりながらも大絶叫。しかしこれはかなりのスピードが出ている。ということは少しドッキリスタート。誰もいないゲレンデに彼の姿。はい、もしもし。ああ、もうダメ。ああ。って閉めたらでもなんか誰かが開けたら帰って怖いと。あ、違う。あ、ごめんなさい。考えてるよね。驚異の猫ジャンプは見られるのか。南明普段どんな歌だったんですか？アニソンが多いですね。アッキーナを部屋にのドライヤーめっちゃ来てるやん。めちゃくちゃストレスですよ。太郎まずはお風呂から上がってきた青年、座った、そしてお金を入れた。カウントダウン開始。気持ちよさそうにマッサージを受ける青年、しかし数秒後にとんでもないことが待ち構えているのだ。なんとこのマッサージ機、壁ごとひっくり返り、いきなり白人の世界へ放り出されてしまうのだ。次にやってきたのは年配の男性。お金を入れた。カウントダウン開始。この老人、小銭を料金ボックスの上に置いた。このマッサージをあと数回受けるつもりなのだろうか。いきなりの事態に呆然とする老人。何が起きたのかとスキーヤーも呆然。しかしこの老人、スキーヤーの注目を浴びながらもすごすごと入り口へ歩き出す。subscribe now.